さあ、じゃあ行きましょうか、はい、今日はですね独学で英語を学んできた堀江さんと効率的な英語学習のプロの久美子さんとの対談でですね、まあ、まさにその効果的な英語学習特に聞くキャリング、ね、聞く本。当ですか、うん、でもまあ両方でも聞くのがじゃあ得意であれば、うん、なんかそれができた経緯とかっていうのもあると思うんで、うんはい、ちょっとお話聞ければと思うんですけど先に久美子さんのプロフィールを簡単に紹介します。はい カナダのトトロントで語学学校を10年経営していたんです、ね、もともと、はい、そこからそれで延べ5,000人に英語を指導してきて東京オリンピックの公式ガイドの翻訳や東京ゲームショウの企業通訳を経験今は日本で主にアイエルツの対策を、はいえー、指導してらっしゃって。 世界最大級の受験者数を誇る英語運用能力評価試験ですね。<ー>で今は SNS でその効率的な英語学習をこう発信して人気となっている方でございます。堀江さんちなみになんか今しゃべる方が苦手みたいなのちら,ちらっと言ってましたけど自分で英語とかって何かちょっと課題感感じたりする部分ってあったりするんですかいやだからしゃべるのが得意じゃないっていうそれだけですけど <laughs> それは語彙の話なのか発音が通じないみたいな話なのかど,どういう。いや 発音が通じないっていうのはもう今グローバルの時代なんでインド人の英語より俺の方がみ、うんな聞きやすいと思うよってすごい自信を持って <laughs> はい、はい、ですすよねはいいそう思います僕もあのこの程度の英語力で国際会議とかでパネルディスカッションとかにちょっとだけ参加したりとかしてるんですけどすごい、はい、まあ要はなんだろう日本語ほどうまくしゃべれないっていう。う まあ、当たり前だと思いますけど。<laughs> <laughs> まあ、まあ、当たり前だと思うけど、すごいそれが苦手意識につながるんだよね<ー>。日本語が流暢に喋るだけに、ギャップがやっぱり大きいんじゃないですかね。そう、うん、日本語が流暢に喋られるだけ、ちょっと、うん。 ストレスをかなり感じてしまうというか、う堀江さんの動画、カルロスゴンのやつが対談上がってますけど、はい、あれ見てどうでしたか？はい、まあ <laughs> でもおっしゃる通り、あのリスニング力はすごい良くて、あのそのカルロスさんがこうばーって熱を持ってあの喋ってくる、まあすごい速くなってくるんですけど、うん、あのそれにもすごいあの適切に合図打ったりとか。 で、向こうもどんどん乗ってくるみたいな、なんか、リスナーとしてインタビュアーとして、すごいいいなと思いました。どんどんこう。逆、うん、に、そうそう、まあ、はい、あの場合は、僕がそんなに喋らなくてもいいというか、カルロスボーに喋らせる動画なんで。<laughs> はい、僕は、その適当に相槌、まあ、その適当な相槌ぐらいしか打てないんですけどね。喋、はい、りはどうでした?ね。りそうですね。なんか、別に、うん、なんか、すごく堂々とされてるので。あの、それはすごい重要なことだと思ってるんですよ。<う>あの、堂々と目を見て、なんか変に笑ったりとか。 謝ったりとかしないでそれはすごいなめられないために大事だと思ってるのでなんか私はすごいいいと思ったんですけど、まあ、もしさっきおっしゃったようにちょっとなんかねあのもっとペラペラになりたいぞっていうふうに思うのであればあのなんかこうちょっと単語と文法を今多分組み合わせて1から出してるっていう感じだと思うんですけどんかフレーズとか文章をあの塊で。 あの頭の中に入れといてそれを出してくるっていう感じにした方がいいかない、うん、そうなんですよだからそれがそれを、まあ、だからずっと例えば1か月とか2か月とかもう英語しか喋らない環境にいると多分それはできてくるんだと思うんですけど、うん、それができないんですよ。それがすごいいスストレスなんだからなんから週間とかいるとる ちょっと喋れるるようになるんですもう堀江さんね聞,聞く方は基本的には大丈夫って言ってましたけど、うん、それ何で聞けるようになったかって言われたらそれはさあの単語さえわかればなんとなく何を言ってるかは組み合わるされるというか、うん、文法完璧じゃなくてもわかるんで、うん、<laughs> るでもそれが文字として見たら分かっても聞いたら入ってこないって人が多いいじゃないですか、うん、それは僕はわからないね。へ 全然してなくて、これ完全に俺の英語力は受験勉強なんで。うん、体験<系>大学受験、大学受験。体験的に学んだのはそこがだから最後ってことですよね。体系的にも学んでないと思うよ。はい、試験対策だから。まあ、そそっか。はい、だからもう丸暗記。僕単語帳丸暗記方式なんで。だからなんか単語派生語発音例文、うん、みたいな。うん、それ丸ごと覚えてるだけだから。あと文法ルールとか。 文法ルールはあんまりまあまあそれはもちろんその基本的な文法を知ってますけどもちろんやっぱり同じように受験勉強を勉強しててもリスニング苦手な人と得意な人いるじゃないですか、うんはい、それどのうですねまあなんかリスニングもいろんな原因があって聞き取れない原因っていうのがあって、まあ、その中で単語がわからないっていうのも結構あるので単語をたくさん知ってるっていうのはすごい有利ではあります。うんうん そう、うん、今日もさっきのえっ、ー、とアプリの例題で、うん、あ,あんなんちゃらかんちゃらってのあったんですよねさっきちょっとねシャドウイングってことをやってっシャドウイングのあんなんちゃらかんちゃらっていう単語があってこれ知らない単語だったんでなるほどねちょっとそこでつまずいちゃいましたけどね練習してみてください What a small unimaginable world we would end up でもほとんど大体知ってる単語かそれの派生語うん、うん が出てくるんでまあ安心ちゃ安心心ゃ久しぶりにこの間リスニングのテストを受けた航空無線通信士っていうん<ー>なんか飛行機の操縦免許を取るのに必要な資格があって<ー>あの無線全部英語なんでなるほどそれのリスニングテストがあっていやでもセンター試験でまあ9割ぐらい取れれば余裕で受かるぐらいのテストなんでんん英検順位級レベルになって言ってましたけど。<ー> まあ時間がめちゃくちゃあったんで、うん、超楽だったんですけど、うん、他に単語を知って以外の課題感でありがちなのって何なんですかそうですねまああなんかあの、まあ、音を知らないって結構皆さん思いがちなんですけどやっぱりそれなんかフレーズを知ってる知らないっていうのも結構大きいかなと思います。なんか 例えばあの「あなたの趣味は何ですか?」って言いたい時になんか日本語から訳すと「うん、What is your hobby?」ってなるんですけど、うん、なんかそれよりも普通は「What do you do in your free time?」っていう感じでこっちの方が自然だぞっていうフレーズがあるんですけどんあんまりなんか「ホビー」とは言わなくてなんか自由時間何してるんですかっていう方がみたいな,<ー>なんかそういうのをあのいろいろ知ってるかどうかっていうのもありますしあそうそうそそのなんか慣用句じゃないけどその普通こう言うよねみたいな。<laughs> レストランでの会話みたいな。そうですね。はい。はい。今日の料理どうだったっていうところで。まあ、多分なんか日本人だと、ギリシャスとかいう。言っちゃうんだけど。そんなこと言ってるやつ誰もいないけどね。いや、まあ、まあ、そうですね。まあ、電子書籍グッドの方がいいかもしれない。はい。受験語でならないやつですよね。そっち。まあ、そうですね。はい。そこはどうなんですか。そこはやっぱ海外行ったりして。海外行って、その。 レストランとかにはよく行く行じゃない、うん、だからそこのフレーズぐらいは覚えてるんだよ。るのかとかさ、うん、そもそも最初に「なんて言って予約すればいいんだっけ?<ー>」みたいなうん、うん、最初のもう一語目みたいなそう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 、はい、そういうようなこうフレーズをはなんとなく言ってると分かってくるな。なるほど。うん そのタイミングでこういう時どう言えばいいんだろうってで調べたりするっていうの繰り返しですか？いやなんとなく試行錯誤でまあ全く知らないです。知ってる単語ではいなんとかするみたいな。その堀江さんまあこういう感じでなんとなく聞き上げますなんとなくなんとなくぬるっと生活できてるから逆にそれは良くないよね。そのちゃんとだから体系的に勉強しようとかっていうふうには全く思わないので、俺なんかあんまり発音とかって まあぶっちゃけそれはもちろん入ちにしゃべれりゃそれに越したことはないんだけど、うん、あんまり発音発音っていうところまでは全然こだわりがなくては、うん、おっしゃる通りでもう僕の問題点はそのフレーズ言葉の塊をあんまり知らないこと、うん、確かに「What is your hobby?」って言っちゃいそうだもん、うん、<laughs> そうですね「What do you do in your free time?」って言えないもんね確かに。 フレーズがいっぱい入ってくると僕は多分それで解決すると、はい、確かに一番困るのが外国行った時にご飯会の席とかで領土なり英語しか喋れないみたいな時に間を持たせんの大変だなみたいな <laughs> これは日本語だったら別に問題ないってことですか <laughs> 日本語だったら全然問題ないですよただすごい大変 だんだんまあ俺が大変な思いをしながら喋ってるのも相手は分かってるからまあもちろんなんか拙い日本語を喋ってる外人と同じような感じの対応でまあ言っちゃいいんだけどまあストレスはかかりますよ、うん、効率的な 最速でこうね、成長するための英語学習って、何を普段教えてらっしゃるのか、聞いてみたんですけど。<laughs> <laughs> はい。聞いや、どういうこと、やるんですか?。まあ、そうですね。でも、やっぱり最初自己分析っていうのが一番かなと思うんですけど、まあ、リスニングができないんだったら、あの、なんでできないのかとか。で、まあ、目標もしっかり、なんか、はっきりさせるっていうのは大事かなと思う。で、まあ、さっき私が言ったように、そのフレーズ、文章単位で。まあ、覚えていくっていうのも、その目標に必要なものを、まあ、覚えていくといいかなと思います。 でそれにその覚えていくのにいいと思ってるのが「まあ、多読」と「多聴」って私はよく言うんですけど、まあ、たくさん読んでたくさん聞くっていうことなんですけどで、まあ、その結構ね早回ししたいって皆さんまあおっしゃるんですけど読多聴は結構時間かかるんで、うん、なんでまあそういう方にはやっぱシャドーイングだったりとかそう,そういうちょっと負荷がかかるトレーニングをやるとあの割と早回しできるかなと思います。 シャドウイングって多分あんま知らない人も多いと思うんですけど,、はいど、どういうものでどういう効果があるんですか、はい。あ、そうですね。まあ、シャドウイングっていうのは、あのもともと通訳の人に、あの、まあ。 されてたトレーニング法なんですけど普通はあの音声お手本の音声があってそれを止めてリピート止めてリピートやると思うんですけどあのもう止めずにずっと音声をバーって流した状態で,でそこからちょっと遅れて自分を追っかけていくまあシャドウってあの影っていうことなんですけどそあのちょっと遅れて発生していくっていう練習ですね海外ドラマのセリフを自分で言ってみるっていうのはすごいいいかなと思います。<ー> なんか字幕を使ってやるみたいな話も、はい、最初まあ日本語で見てもいいんですけど、まあ、あのちょっとストーリーを大体把握してであの同じエピソードに戻ってで英語字幕をつけてであの、まあ、ちょっと分かんない単語とかあの分かんないフレーズをちょっと調べつつノートに記録しつつで3回目また同じエピソードに戻ってちょっと自分で言ってみるとセリフをちょっと言ってみる。 っていう感じですね。あれは英語上手くなりそうな気がする。<laughs> <う>で、そうどういう点がいいんですかね、そのすぐついていくっていうのは。一 <laughs> 番はもう完全コピーするっていうことなんですけど、うん、うん、もう本当なんかモノマネするみたいな感じです。み、うんな言,言葉はモノマネで覚えてるんで、うんはい、確かにそうですよね。うん、子供なんかね。<だ>うん、そう、私がそのフレーズっていうのもそのその一週っていうか。なんかがっつり聞いてがっつり言うんじゃなくて、ついていくっていうのはどういうメリだ。耳でちゃんと覚えられるんだよ。 うん、<ー>もうほとんどだからネイティブの発音に近いようなフレーズをそのまま覚えられるから練習で、うん。<laughs> なんんかねね強制的には速さがが求められるんですよ、ね、スピードが、うん、だから単語と単語の音がつながるっていうことなんですけど<ー>その例えば「アンアポっていう2つの言葉があったとしてその最後の「N」と最初の「A」がつながって「アンアポっていう感じになるんですけど、うん、そういうところも自分でこうマネ

っていう感じの方であればリスニングに効果あるかなと思いますさっき言ったようなリンキングとかっていうのを自分で実践することによってあの聞き取れるようになってくるもうちょっと中級とか中上級になってくるとあのスピーキングとか発音に効果あるかなと思いますじゃあ初級から上級者までが使う一般的な英語学習方法として定着してるってことなんですね、うん、そうですね俺はすごい良いと思います やったたこことありますいやだれでで初めて体験したんで <laughs> ちょっとそれをねアプリでできるいいサービスがあるんで、はい、ちょっと紹介させていただいてもいいですかではですねここからはリスニング力向上を支援するシャドーイングの特化型アプリシャロテンを運営するえプログリッドの矢部さんにもちょっとお越しいただいてトークできればと思いますよろしくお願いします矢部と申しししまますすよろしくお願いプログリッドであのカルキュラム統括をされているということ、はい、そうです あ今お二人見てますかね、はい、ポイントは英語学習のまあプロの方が毎日添削をしてくれるなので正しい発音でシャドーイングができるというねそういうサービスになっているとで実はお二人シャドーイングを1回このシャドーテンでやっていただいていて聞いた音の、えっと、少し遅れて同じように発話するトレーニングになりますどれぐらい遅れさせるんですか「ワーダス a とかって言われた時に。ワス、まあの 1, 号遅れての

We deserve, better. we deserve better. You deserve better. You deserve better. What oh, a small unmatchable. Please the play button I've been hearing an ad camp hearing campaign about smoking. 点検結果がもう帰ってきてるんでしたっけ？あ、はいそうです。みたいな話なんで、ちょっとみ見,見てみたいなと思うんですけど。いちゃいました。あ、はい、堀江さんからじゃあ。はい、じゃ上。はい。初日の学習<上>お疲れ様でした。<laughs> 課題初日でしたが、細かい音の変化も丁寧に捉えていらっしゃいますね。<laughs> ワーダスもアニえアニメこれアニマジナティブ、えー、連結フラップをワラのように、えー、人間に忠実に発話できていらっしゃいます。うん。あ、だから。 さっき言ったやつだ What are みたいに言っちゃうのがわら笑うでもそれはさほら会話してるからそうですね映画とかでもそういう表現はいっぱいあるのでそれは褒めてくれてるわけですねだとアッパースジャスタレイドんアッサリジャスタレイドビッ連結を捉えジャスタのようにスムーズに発音できていらっしゃいます褒められてるところはもう一個ねフラップを捉えベラーのように高い精度で再建できていらっしゃいます We deserve b e t t e うん、っていうことでしょう。まあだいたいそういうのはよく聞くんで、うん、そういうふうに発音できるんですけど、うん、ダメなところもいっぱいあって。うん、カインドオブエンバイラメントのようにカインドオブの連結と捉えていらっしゃいましたが、うん、オブエンバイラメントの部分が別々に発話され、語尾の T の音が少し残っているように聞こえましたみたいな。うん、カインドオブバイラメント、そうね、バイラメント。カインドバイラメント。うん みたいいな感じに発音してくださいちょっともうなんかフレーズ多すぎてちょっと途中であそうですそうです、はい、そうそう、はい、その話なんだと思います多分、はい、これでもあと10回ぐらい聞けばちゃんとできるようにはなると思いますけど多分僕の課題感はそこじゃないんですよねフレーズの塊みたいなものの数が全然足りないんですよね多分でねこれをやると結構覚えられると思います 私ははい思いました。うそれが出てくるってことですよね。そうですね。まあさっきおっしゃったように、うん、なんかビートバイビートとかなんかそういうようなそうそう。間動部とか。うん。ちなみに久美子さんもやってもらいましたけど、はい。ちょっとね、どんな風に出てるのか。はい。矢部さんこれ難易度があるんですよね。難易度別でやってもらったんですよね、お二人。あ、はい。あのおっしゃる通りです。はい。で難易度っていうのがあのワーズパーミニッツ WPM っていうあの。 一分あたりの発話速度で難易度を規定してまして、あの、それが高ければ高いほど難しい課題になっています。これはもう初級者コースですか。えっと、中級ぐらいです、ね。まあまあ、早かった、ね。なんか、これが診断テストがある。はい、一番最初に診断テストを行って、その結果に応じて、適切な、あの。レベルを振り分けていくという感じになってます。うん、だ、ね、だそれは一応、すっと。 まてお二人最適かなっていうものを今やってもらってたんですけどさんはどうですか <laughs>、はい、そうでですすかいそねやっぱり私もいいポイントと,、えー、と課題っていうのがつつずつありますねなんかいいところは「<laughs> オンディアル・テクサス」えーと「連結を捉えラ,ランチ・イン・ニュ」が「ランチ・インが」えー、とランチインっていう感じになってますっていう大体リンキングがいいですねっていう感じでいただいてます。 あとは課題は、えっ、ー、と、hearing a n なんですけども、a n が抜けてたとか、off of your life なんですけど、off がちょっと抜けてたとか、 はい、さんレベルでも <laughs> 難しかったです、これも難,、はいね、難しい課題が与えられてるんですけ、ね、結構なスピードで検索、返ってくるんですか、はい、一応あの決まりとして、24時間以内にあの添削を開始すすることになってます、はいま実際、添削をしているものはです、ねあのまあ、結構、世界中におりまして、あのあの翻訳されてる方であったり、海外のバイヤーであーあのされてる方。 があのこの添削を行っていますでもネットで見るとそんなもう一日もかからずに結構すぐ帰ってくるって書いてる人が多かったですね。 はい、あの実はこの、まあ、添削者、シャドーイングアドバイザーと弊社呼んでるんですけれども、あのあのこのシャドーイングアドバイザーになるために、ですね試験と研修とっていうのをあの行っておりまして、<の>テストを最初受かったものが次の研修に進めるんですけれども、<の>またその研修が数ヶ月あって、そこで高い水準を満たしたものが晴れてシャドーイングアドバイザーとして活躍しているという。すすごい時代になりましたねですね いやでもこれコールおすすめプログリッドさんで前あの岡田社長と対談してもらったことあるんですけど、うん、堀江さん結構前だよねあれそうあれは英語の、まあ、コーチングみたいな感じじゃないですか、はい、あれそこから次これだってなったのはどういういきさつだったんですか、まあ、弊社プログリッドのコーチングのサービスをあの主体でやってるんですけれどもその中でやっぱりあのシャドーイングのトレーニング導入してましてこれがですねあのお客様にに非常に、まあ、人気が高いと、うんであの プログリッド卒業した後もこのシャドーイングというのを行いたいというそのお声がです,、ね、すごく多くて<ー>、はい、でこれをです、ね、あのなんとか単体で切り出せないかというところで、うん、あのサブスクという形で展開したのがこのシャドーンになります。 でもアプリも使いいやすいですよねアプリでかに押したいポイントというかかかありますかこのシャドーイングなんですけれどもあの、まあ、最もこだわっているのがこのシャドーイングだけに集中していただきたいと、まあ、弊社、英語学習というかその勉強というよりもあの訓練というふうにあの考えておりましてで訓練って何かというと、まあ、今何をやってるんだっけとっいうのをしっかり意識しながらやっていただくというのは訓練だと。 まあその中であのまあお客様にあの集中していただきたいのはとにかく音に集中してその音を再現するというところまあここにあの集中できるようにあの非常にシンプルな UI であったりすぐこのシャドーイングができるように UX を設計しているというのが一つポイントまあ裏を返すと全然集中しなくていいところはあの全然考えなくていいというふうにも考えておりまして例えばその教材選びとかあのそういうのはですねあの教材選んでる 時間っていうのはそんなに英語力上がらないんで当然ながら、うん、<laughs> というのをえ手間をですねもう省いてまあそれは我々がレコメンドするすシャドウイングに30分集中していただく、うん、これをですねあのかなりこだわって UI UX 設計をしておりますこれやっぱ添削をかなり軸にしようと思ったのはどういう意図だったんですか先ほどちょっとあの私シャドウイング訓練というふうにあのお伝えしたんですけれどもやっぱりこのまあリスニングというかあの英語学習って なんとなくやってしまうという場合が結構多いかなと思ってまして、うん、まあなんとなく一人でやってしまう、うん、でも訓練なんでちゃんと第三者の目を入れてそれで、えー、と自分を振り返って次はより高い目標でやっていく、まあ、そういった形でですねあのしっかりあの積み重ねていくというのをあの、まあ、こだわっているポイントですなのでこの第三者の目を入れるというのがですねあのこの訓練をより高い精度でやっていくために非常に重要だというふうに考えている。うん、なるほど、はい あとはの、まあ、添削って習慣化のトリガーというふうにも考えておりまして、うん、やっぱり人がいるので、まあ、ちょっと返そうかな。 もう一回やろうかなというふうに気持ちにさせてくれるっていう。ね、それは大きいですよね。あの私十年以上前からシャドウイングはもうお勧めしてるんですけど。<お>シャドウイング勉強法として。やっぱりね、あのハードルが結構高いというか、負荷が高いんですよね。だからまあ、毎日やろうとしても、じゃあパソコン、まあ昔だったら CD を入れてとか。ね、なんか、で録音はなんか別のもの持ってきてるみたいな、ね。ね、そ確,か確かに、確かに。でも、やっぱ録音するっていう。 ことは大事だよって言ってるはいるんですけど、まあ、なんか録音自体もやっぱりなかなかやらない。結構皆さん。うんうん、だから、あの、まあ、添削。恥ずかしいんだよね。そうですね。自分で聞くことすらも結構嫌。感じなんで <laughs>、うん。なんで、まあ、あの、添削があるから録音しなきゃっていうのは結構いいかなとは思います。確かに俺もなんかそ、そちょっと躊躇したもん。あ、シャドウイング。このレベルで、シャドウイングの、俺録音しなきゃいけないのみたいな。確かに。収録の関係でね。<laughs> 三回ぐらいしか練習できない。で, <laughs> ですね。これで録音するの。え、無理だよ。ってしかしみんな見てる、見てる人。<laughs> え、ど、どうですか。あ、シャドウイーが初めてやってみたら、どんな感じでした。いや、まあ、でも、あと十回ぐらいあれば、完璧に喋れるかなぐらいの感じのれ、レベル感。聞いてすぐ、言わなきゃいけないっていうのってど。いや、<う>最初だから、全然慣れないんだけど、三、うん、回ぐらいやってみると、あ。なるほど、こういう感じで喋ればいいんだ。はい。分かってくるっていうか、な、慣れてくる。うん、これ、ちなみに、サンプルで。 例えばこのぐらいのレベルの人がこれでこれぐらいやったらこれぐらいになりますよみたいななんとなくじ実績というかやっぱりあの最初の開始レベルにもよりますしお客様の目標感とかそういったものにもよるので具体的にこうっていうのは難しいところはあるんですけれども、はい、まあお客様のお声として例えばその、まあ、4か月間シャドーテンをやっていただいた方があの、まあ、30代の方であの海外留学の切符手にしましたとか、うん、まあかなり忙しいあの個人の経営者の方であの6か月継続していただいてそれのもの海外の大学院の。 あと、まあ、長い方でこう2年やっていただいている方とかはあの、まあ、シャドウ展をやったことによってその海外でのミーティング、まあ、89割聞けるようになりましたとか<ー>そういったあの声は,あの、はい、は伺っておりますので。とか1日何分でそれ毎日やるって感じですか プログリッドのお客様も含めて大いたい二ヶ月から三ヶ月ぐらいのこの間で一番最初に来て、なるほど。六ヶ月ぐらいになるとあかなりなんかちょっと変わったなっていう体感を持ってらっしゃるっていう声はですね非常に多く聞きます。金額というかはおいくらですか。金額はえっ、ー、と一万九千八百円。月額は絶妙な値段です。<laughs> <laughs> 大事ですかやっぱそこは。絶妙だよね。 まあでもだから安すぎてもだめだし高すぎてもだめなんですよ、うんうん、安いとサン区コストみたいなものを考えなくなるんでですね捨ててもいいやってなっちゃうだけど1万9,800円か <laughs> ちょっと頑張ろうかなって検索も出さないともったいない,っいもったいないっていうぐらいの意識になるよね、うんうん、多分その習慣化のためにどういう金額設定であるかっていうのも考えてそうですよね <laughs> 絶対。<laughs> いやそんな気がする。いや絶対そうだね。でも7日は無料体験あるらしいんでやってどんな感じかとか添削をもらってっていうのは試せるわけおっしゃる通りです。なのこの7日間であの合う可動かっていうのを確かめていただいてその後にご契約いただくという。すごい時代になりましたね。これはいいと思う。そう僕はちょっと時間の配分と脳の配分があるのでちょっと今そこの要領がないんですけどどういう人におさそうですか。あのお二人にタイミングを。いやまさにだからその立場的に。 英語できた方がいい人、うん、だから実際海外行って、まあ、僕の場合は本当に重要なミーティングだったら英語喋れるやつも連れていくから、ねうん、それでビジネスミーティングはそれで解決するんですよ私の場合はね。だけどそのゴリゴリに単身海外行って留学をしたいとかなんか向こうでビジネス立ち上げたいとかって思ってる人はやっぱりできた方がいいんで、うんうん、あとも分かんないけど、ね、外国人の恋人を作りたいとか。<laughs> なんかそういうちょっとハードルが高いことをしようとしたした場合はやっぱり必要だと思いますのであのそういう人たちにおすすめですねすごくいいと思うシャドーイングマジでいいとおすすめつきいただきました俺がだからもし大学生とかだったらやってるかもしれないまあなんか英語を学び始めとかなんか社会人でちょっと英語をやり直したいとかそういう感じの方がまあリスニング結構ねその私の生徒さんもそのリスニングできないっていう原因が あの目で見る情報と、まあ、耳で聞く情報っていうのが結構一致しないっていうことがあるんですけど、うん、なんか聞いたらなんかベラベラベラって言われて分かんなかったけど、まあ、それを台本とかを見るとあ分かっあこれこんなこと言ってたんで分かったじゃんみたいな感じのこと結構あるんですけどシャドウイングを実際にに自分で発話しててていいいくくこととよって結構埋められていくかなと思います、うん、そうそうだから逆に言うと、うんうん、自分ができる部分も分かってくるわけですよ。うんうん わらみたいなのとかは普段から海外行ったりして喋ってるからだから自然にプッて出てくるわけですよだから短いものはさっきの「What are you doing free time」みたいなそういう慣多くじゃないけどもうちょっと長めの言葉の塊みたいなものは出てこないんで。そういういのは これれやば出てくるじゃなないいかと思ます楽しい教材っていうかなんかねこう伝説的なスピーチとかそういうのも含めて入ってるんですよねあおっしゃるとおりです今課題1000課題ありまして今のやつもね「ビーアビーター」っていう良さげなフレーズでシリコンバレーっていうのは聞こえましたけどそうですなんで自分に合った楽しい教材っていうのもあるってことですねおっしゃるとおりですなのでぜひ気になった方は概要欄にある「シャドテン7日1週間の無料体験ありますのでこれ絶対あった方がいいですよ ホリモンンチャネルの方、ぜひ英語ちょっと俺もうちょっとこれ体験やらせてくれんのかなと思ったもんこれで終わりみたいな一回すぐ添削に出したかったんで今日は練習全くお二人できてない状態でちょっと添削に回した3回ぐらい聞いてそれでもうシャドーイングやってるから確かに大変なんですよ確かにちょっと不利な条件でねやっちゃいましたけどそういうふうに使って30分俺こはだから30分やったらもっと上手くなったと思うんですね30分でこれ2ヶ月やってほしいですねぜひねさっき矢部さん言ったようになので ぜひ概要にあるリンクからお試しいただけ最初1週間ぐらいこのアプリ渡されて「1週間30分ずつやってください」とか言われるのかなっていや絶対やってくれないからそれはお願いしないですけどはいじゃあ今日はこれで終わりたいと思いますありがとうございましたいってらっしゃいドコモ au ソフトバンクどれでもつながるポリエの w i f i タイ韓国アルバニアどこでもつながるポリエの w i f i 堀江の Wi-Fi で行ってらっしゃい堀江高文のブログでは言えない話毎週メールマガジン出しております皆さんの質問に対する答えルールさえ守っていただければ全部答えますのでメールマガジン入ってみてください月額八百八十円行ってらっしゃいインターステラテクノロジーズではエンジニアや広報管理系の人材を募集しております